まだ間に合いましたか？私がこの本を買ったのはね、古本屋さんだったかな。16歳の夏の日だった。私の前にこの本を読んでいた人も、この本今日買いましたな。16歳の誕生日にこの本を買ったみたい。私はなぜ死ぬのでしょう。誰かの香りに、誰かが私を呼んでいるよ。青い空、動かない夏、真昼。私も殺してください。お前を殺すわけにはいかんのだ。もう一度。確かにいたんだ、綾乃は。僕は世界を何で書く？血だな。血？血は溢れ出る命だ。線では決して書けぬ。あなたの記憶と言葉で私はできていた。それだけだった。でもそれで十分幸せだった。生きるってそういうことよ、清水信子さん。綾乃、とうとうお前との同業二人は終わるのか。日本でだって原爆開発してたんだぞ。 しばらくご苦労様。日本の敗戦で韓国は解放されたけど、中国は日本に勝ったんだ。今の東日本の人みんなの気持ちだろう。見たの、あの絵を。明人兄ちゃん、時は止まってくれないね。私また大きくなるぞ。終わることはありませんこと。これがつまり家族全員で迎えるってことなのか。足別の野で七七日を迎える。よかったんじゃない。母ちゃん、じいちゃんの七七日からまた一緒に暮らす。